マザーミュージックレコーズ、フラガイドの菊池香里です。さあ月曜日、さあ早速なんですけど、最近ですね、マザーマンデーマンクチェックに出演しているマータについて、結構ねメールが届いているので、ここでいつ紹介したいと思います。こちらは沙織さんから、いつもマータンのファッションチェックがありますが、どんな感じなのか気になります。ホームページでファッションチェックのコーナーを作ったら見ます、ということで、マータンのファッションチェックはね、この後じっくりしたいと思います。そんなマータンも登場するライムスターのマンデーマンクチェック、今夜はねマータンの声がいっぱい聞けますよ。マータンがこの夏に欠かせない一品を紹介する、マータンのそれってステッキ系を開催します。もちろんね、ライムスターの夏フェス情報もがっちり紹介しますので、楽しみにしていてください。ということで、ライムスターの皆さん、またこんばんは。こんばんは。こんばんは。わんまこね、この間ね、あの放送後ね、あの、はい、一緒に飲みに行って、皆さんね、はい、ありがとうございました。かりちゃんも一緒に、もうすっかり深酒で、もう危ないトークがね、ちょっと余計なこといっぱい言っちゃったなと思って次の日かなりブルでした。いや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 、いや、ね、素晴らしかったですよ。あのやっぱりね、こういうなんかこう腹を割ったね、スタッフとのね、飲み会、これがまたより良き番組作り、ね、またあれだよね、あの関係が近くなったよね。可愛かった。まあ僕はすごい頭ごなしに説教とかしてましたけどね。ちょっとね、ちょっとなんか水を感じました。はいはいはい。逆に溝が深まったというね。まあそんなこんなでよろしくお願いします。はい、今日はね、またもたっぷりと出るということなので、よろしくお願いします。はい、楽しみにしていきます。よろしくお願いします。そして11時からは決め石のないレンジャー。今夜は大好評のレギュラーコーナーお手紙企画と、そして超野人オカーノもあります。こちらもどうぞお聞き逃しなく。 Mother Music Records、 今夜も2時間、全国38曲をフルネットして生放送です。 Shops Open。 Mother Music Records、 ブルボン、ヨドバシカメラがお送りします。Mother Music Records Monday Mic Check Rhymester on air。It's time to run away。 逃げるんだ、 Let's get away。 立ち止まんないで、地の果てまで。 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0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 ,
方についてこいよそんな調子 EXIP はこっち捨てちまうんだそんな意地は放棄 And you don't stop さあ気持ちいいやコピーが出ますあの半島の方に核弾と足元にたくさんの活断層まるで崖の上に立つダンスローで俺たち踊らすバブルザット全部揺さぶる肺活量 Yeah レミングスタって大脱走 And 不平不満の大合唱叫んだよ止めても歌い出そうなんせ飯がまずくなるぜまるで放屁俺の時間我慢だけで浪費近くないっす全身で上司で同志そして放棄それは連帯よりも先端ネクソダス留学よりもずっと偉く育つ言うとみーの言うとピアに絶対即答立つ It's time to burn away 見えるんだ Let's get away立ち止まんないで地の果てまでごめんね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 ごめん
マータンなりのコピーガードお願いしますよ。やめてください。カモン、マータン、カモン。やめて。コピーガードです。こっち逃げちまうんだ、そんな知った放置、遠慮 don't stop、 超気持ちいい方についてこいよ、そんな調子 EXIT はこっち捨てちまうんだ、そんな意志は放棄、遠慮 don't stop、 超気持ちいい方についてこい、このジパングもうちょいでバンク逃げるんだ、ハッハー、ボリュームアップ闘争のファンク逃げるんだ、ハッハー、このジパングもうちょいでバンク逃げるんだ、ハッハー、ボリュームアップ闘争のファンク逃げるんだ、ハッハー、 It's time to run away、 逃げるんだ、 Let's get away、 立ち止まないで、 地の果てまで、 ブリスコー、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 セブンスピーガードです。マザーミュージックレコード、マンデーマイクチェック、2005年8月8日月曜夜10時71回目ということでね、それはないなみたいな、ない日ですよね、いやナイーブな日、ナイーブな、あ、いいね、はい、デリケートゾーンみたいなことですよね、はい、はい、ということで、マザーミュージックレコードマンデーマイクチェック、このフラワーを担当するのが俺たち、いきなライムと、いきなダイブレイクビーツ、ライムスターザメンインザプレイストゥーピー、キングオブステージライムスターが東京半蔵門、東京 FM アースギャラリーから全国38曲をネットしてお届けということで、私がライムスターのマイクロフォンナンバーワンこと、たった30分のステージで日射病的なものになってしまい頭が痛い歌丸です。そしてラストエス参加ロッキンジャパン、2日間参加して肌がすっかり松崎しげる色、本当そうですよね、マミディ。そして今週はすごいですよ、今週なんだよ、ヒップホップレジェンドのティーラロックが来日万歳DJ 陣です。ティーラロック来日だもんね、初来日ですよ、いや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 、ティーラロック来て何をやるんだっていうね、やった It's yours ですか、やっぱ It's yours ね、あの今日そんなことだけ言っても分かんないから It's yours じゃあ今度かけてくださいよ、ちゃんとヒップホップクラシック、はい、ね、いつかやります、はい、そんなこんなで、そして本日のある意味ね、マザーミュージックレコーズマンデーマイクチック、本日の主役でもあります、バブル時代のファッションリーダー、素敵系マータンです、よろしくお願いしますね、ということで今日は、はい、あのマータン久々に、はい、それって素敵系があるわけですけど、久々ですね、久々ですね、はい、ゲストがいないと僕もねリラックスしてできるんですよ、はい、でマータンが相手だとね、まあ一緒にいや違う、刺されつつさ、はいはい、こうお酒を飲み交わした仲じゃないですか、そうですね、そしてほら3次会ぐらいになるとコテンと僕の肩に頭を乗っけてですね、その写真残ってますか、写真残ってますからね、あれだけ僕のことを嫌っていると思われたマータンがね、やはりお酒を飲むと、心を許し、はい、体も許しですね、いやらしいですね、いやらしい、いやらしい、本当にいやらしいね、反省してます、はい、はい、まあそんなことなんで今日も素敵なね、はい、ファッションチェックやった方がいいんですか、いややらなくていいです素敵な、あでもねファッションチェックしてほしいみたいなねメールがいっぱい来てますよ、はいはい、今日はね何ですかね、白のワンピースですね、なんかすごい本当に女性らしいというかフェミニンな感じの上に、まあこう中途半端な丈のカーディガンみたいなのが来てこのでなんかこうピラ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 ついてそれピラピラはマータンは多いですね、多いです、なんかこうねなんかデコラティブですよね全体にね、デコラティブまあその辺がバブル時代のファッションリーダーたるゆえんですか、はい、さっぱりしてないってことさっぱりしてないしつこいみたいなすいません、味が濃いめみたいな、まあ後ほど素敵系よろしくお願いします、よろしくお願いします、そんなこんなで、マータンに対するね、いろいろこう励ましのお便りね、中傷等の、言葉をねこちらをお願いいたします、メールアドレスは今日は誰が読むんですか、メールは俺、はい、メールはマザーアットマーク tfm.co.jp、 マザーアットマーク tfm.co.jp、 番組サイトからも送れますよ、携帯と PC 共通で、アドレスは www.tfm.co.jp スラッシュマザー、 www.tfm.co.jp スラッシュマザー、マザーのスペルは MOTHER、はい、ということで2曲ちょっと止まるとは思わなかったね、はい、ということで、2曲目はこれは素敵系ですよ、これいいですね、すっかり素敵系ということでね、ラッパガリア久々のアルバム5枚目のアルバムから、この曲を聴いてください、ビッグパーティーカモン、 It's party time、 揺れないよこのビーストリーな、上がりてってやつみんなで言っときな、ビッグパーティーの波急接近、刺激的踊りなぜに、ビッグパーティー、素敵系でしょこれ、ビッグパーティー、ビッグパーティー、セブン
何無言で苦笑してんの。ラパガリアカモン。Hey, 踊っちまえなりふりかわす Hey, 踏みなニューステップ Hey, みんなニューステップ Hey, フロー集まりな好きな修正 Hey, かわいい子発見タイミングよくお気に入りジャケットシュッとひと吹きファレンハイ過激に盛り上げたいカモン叫びなよ叫びなよ当たってきなよまたテキーラをアクションで蹴って I'm so high 踊れるやつ本物のトライ出なよこのミストリーな上がりてってやつみんなで言っときなビッグパーキーの波急席刺激的踊りなぜひミッタリー行ったり来たりビッグパーリーテフレ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 ーミッタリー行ったり来たりラッパーが久々のアルバムまもなくリリースされる予定そっからお聞きなのはビッグパーリーバース2山田はまた新たに提出芸術は爆発気分ワクワクオリジナルラップに心臓バクバクガリアのライブに行きたくなるかうがる滑落ラクとバーベル持ち上げるよ盛り上げる着々と準備 OK 瞬時に強烈なミュージック大勢に終始と届け Oh yeah 揺れな踊っとけパッパーティーには欠かせねえぞ俺らフロアで体がホテルやバーカウンターでビールやっぱこれだ乗って楽しんでなんぼダンスホール全曲全力のライブに感動したお客さんたくさん反応するダンス What the me the hands up 揺れなよこのミストリーな上がりてってやつみんなで言っときなビッグパーティーの波急接近刺激的踊りなんぜひミッシャーリー行ったり来たりビッグパーリーテフレ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 ーミッシャーリーやっぱりかっこいいということでビッグパーティーですねこれかっこいいですね好きですはいチェックしてくださいラッパガリアビッグパーティーでしたということでマザーミュージックレコーズマンデーマイクチェック通称マンク東京半蔵門東京 FM アスガレリカ日本全国38曲を完全カバーして発信中マンデーマイクチェック RHYMESTER King of Stage Yeah Mother Music Records アルフォートを冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください冷やしておいしい夏のブルボンキースクールキャンペーン最新製品がとにかく早いヨドバシカメラのインターネットショッピングヨドバシ .com 日本全国どこからでも24時間受付中およそ8万アイテムの豊富な品揃えもちろんポイントも還元1万円以上のお買い物で配送料無料簡単便利なヨドバシ .com へ今すぐアクセス www.yodobashi.com www.yodobashi.com ついに出た後期ミニアルバム C2K ただいま絶賛発売中踊るアホに見るアホ同じアホなら踊らにゃソン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 泡踊りラップ泡バンス収録後期ミニアルバム C2K 絶賛発売中チェケラクラディマイコンサートツアー決定10月25日大阪城ホールチケットは各プレイガイドで発売中お問い合わせは HIP 大阪までリードツアー20058月15日ウェルシティ大阪厚生年金会館大ホール1日2回公演チケットはただいま発売中お問い合わせはサウンドクリエイターまで大人気ペットイベント iPet クラブプレゼンツペット博2005会場拡大でスケールアップ
珍しいペットや楽しいイベントがいっぱい。9月23日から25日までは自慢のペットと一緒にインテックス大阪に集まろう。チケット好評発売中。Yeah, Mother Music Records. My name Mike Check. Rhyme says the man and the place to be. Mother Music Records. Mother Music Records. Mother Music Records. Monday Mike Check. King of Stage. Rhyme Saga. Tokyo FM の明日ギャラリーから日本全国38曲を完全カバーして発信中。あ、ちくしょう。あの中を最後に言ったら勝ちなのか負けなのかみたいなそんな話をしてたんですけどね。負け勝ち、だいたいあなたね、あのオペア直前に油断しすぎですよ。いや僕はあのいろいろメールさばき、メールさばき、はい、あ、そうですか、はい、やる気がないわけじゃないです、はい、ということでねその割にはいつもあの整理できてないっていうのがありますけどね。いや今日特に多いんです、メールが、はい、まあ後ほどねその辺ちょっと読んでみましょうね。はい、はい、そんな感じで、ここでですね、なんとカエリちゃんから何やら来週のマザーミュージックレコーズのお知らせがあるようなので読んでみましょう。カエリちゃん、はい、ここで長いっすここで私から番組の重要なお知らせがあります。いいですか？はい、いいですよ、はい、はい、どうぞ来週のマザーミュージックレコーズはスペシャル企画を展開、題してクールビーツラジオ冷えてます、もう暑くてたまりましんと嘆いてるあなたに送る涼しい企画がてんこ盛りです。キンキンに冷えた音、寒いギャグ、とにかくクールな内容でお届けしますよ。まず月曜日、ライムスターのマンデーマイクチェックではクールな男、アベイシングエイプのニゴさんと注目の若手ラッパーのワイズさんが生で登場してくれます。ケツメイシナイトレンジャーではデフテックがこちらも生で登場と、楽しみですね。そして火曜日、 FPM のサウンドコンシェルジュではあの稲川淳二さんが寒気のする怖い話をしてくれます。M フローグローバルアストロレディオはクールサマーミュージック、キンキンに冷えた選曲企画。そして3日目水曜日、山崎正義さんのセブンスカラーズは料理人の健太郎さんが夏に効く涼しいスタミナ料理を紹介。アジアンカンフージェネレーションオーバードライブはクールな海外大御所アーティストのコメントが飛び出します。そして木曜日、東京スカパラダイスオーケストラのジャストレディオはライジングサンロックフェスが行われる北海道エアジーから涼しく生放送。ムーミン&プッシンソウルジャミーは涼を感じるボブマーリートリビュートです。そして番組サイトでもスペシャル企画をやっちゃいます。題してクールビーズプロジェクト。来週各番組の中でビーズのウルトラソウルがいきなりどこかで何度もやってきます。このビーズのウルトラソウルが登場した時間を全てチェックしてメールで応募してください。ビーズのギタリストの松本さんも愛用のギターレスポールをなんと1名の方にプレゼントです。この機会にね、ぜひゲットしてみてくださいね。そして再来週のマザーミュージックレコーズもスペシャル企画でお届けです。また題してエアーロックフェスティバルサマー。こちらはテレビやネットでは決して見ることができない豪華ミラクルセッション、ラジオの中の夏フェスを開催します。各番組のゲストも超豪華なんです。リップスライム、三浦淳さん、デニー K、スキマスイッチ、ハイスタンダードのナンバーキロさん、竹中直人さん、ハネル組、マイティクラウンが登場。1週間でこんなに見ることができるのはマザーミュージックレコーズだけです。盛り上がること間違いなし。とにかく来週再来週のマザーミュージックレコーズをお楽しみに。 Yo, check it out! King of Stage! Rhymester! On air! ウルトラソウルウルトラソウル。これで2回ですね。これはカウントしないでください。俺もやろうと思ってた今、完全にセイムグループ、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 セイムグループね。そんな感じでね、まあ確かにね、ビーズのウルトラソウルはそういうパワーを持った曲です。すごい、あの瞬間に放たれてるパワーがすごいですねさすがね、あのマザーミュージックレコード、さすがね、あのいや企画が悪質ですよ悪質、いや先生必要、先生必要、はい、あのちなみにウルトラソウルはあれですよ、あのロマンポルシェのライブ前のテーマ曲でもありますからね。ああ、やっぱね、センスいい人はやっぱ、センスいい人はやっぱ、ね、好感度人間はみんなウルトラ引っかかるんですね。引っかかるんですね、はい、そんなことなら皆さんよーく聞いてください、マザーミュージックレコードね。こんな感じでさあ、ということで我々もね、まあもうその夏真っ盛り、はい、早速ロックフェス期間というかですね、もう始まってまして、先週じゃねえや、この間の先週金曜日、はい、5日から、ロックインジャパンフェスの、ランミスターの出演から始まって、ついにもうね、夏フェス期間始まってるわけです。始まりましたね、
はいはいはい、ということで、まあ、夏フェスに関するいろいろメールも来てるんでしょ。すごい来てて、うん、あのちょっと読めない読めないちょっと読めないぐらい来てるんだ。それは別にあのちょっと読めない内容とかそういうんじゃなくて。いやそんなことないですよそんなことないけどライムスターのライブがっかりでしたみたいな。そういやそれはないですよ。あ、はいはい、裏を見に行っていましたので見れませんでしたとかそういう、ね、あのね、はいはい、もう特に1個っていうのはちょっと選べないんだけど、はいはいはい、多い感じは、一番多い感じはね、はい、新しい衣装、あれに反応がすごいです。うーん、あのまあちょっと見てない人もねいらっしゃると思うんでちょっと説明させていただくと、久々にね我々新しい衣装で3人とも登場いたしまして、まあ一言で言えば赤のジージャン上下なんですよね。はい、はい、でこれはあのあれですよ、来週ゲストの、ベーシングエイプ2号さんのねところで作ってもらった特注の、はい、衣装でして、まあ、前回のブレイゾンツアーで着てた、革っぽいやつの上下も実はエイプなんですけど、はい、今回もエイプさんに、上下作っていただきまして、まあねあのエイプっぽく見えないんだけどね俺らが着る、うんってうんうんうん、なんだよそれはどういう意味だそれは。素敵でした。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。まあそのねあの赤上下もあるし、実はもうワンセットあったりしてね、そのあたりはまたこれからね次回の、はいはい、8月31日の、サマーソニックとかね、ライジングサンとかで見れるんじゃないかと思うわけですが、はいはい、どうですか夏フェス。俺ちょっととりあえずさっきも言ったんだけど、うん、ライムスターのステージたった40分ぐらいだったんだけど、どうやらねその期間に、うん、当たった光のだけでちょっとね日射病っていうかね頭痛くなっちゃって、ここ2日ぐらいずっと頭痛くって、あれ夕方でも全然暑かった、ね、暑かったで意外とやっぱ太陽はさこうガー来ててさ、で俺やっぱこの遮蔽物がないですから頭に対して脳髄に対するダメージが非常にね脳髄に対するダメージが非常にね直接的なんですよ、はい、それに引かれ D さんはすごくねやっぱ日焼け、はい、なんか健康的な感じで。そうよ、さっき松崎しげる色なんていうねことをおっしゃってましたけど、うん、本当に冗談だけど今日あのおーとか言って来て後ろから来てでパッと振り返ってどう誰だこいつみたいな感じでびっくりしちゃったんですよね。かなり黒光りしてるでしょ、はあ、綺麗に割と簡単に焼けるんですね。俺はねすぐ焼けて、はいはい、あのすぐ元に戻っちゃうんですよ、はいはい、でももうなんかいい感じに焼けてるじゃないですか、うん、ね、もうこの夏はもうあそこで味わうしかないと思って、はいはい、もうガツガツとガツガツと焼いたって、あれですね、ロックインジャパンっていうのはさ、楽屋空間っていうかアーティストたちが溜まってる空間がちょっとした広場みたいになってて、すごいこうちょっとした公園気分でね、でいろいろ遊ぶものとか置いてあってさ、いいよね、うん、あれがなんか他のアーティストともこう交流できるいい場所みたいな、そう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 、ね、うん、あのロックインジャパンすごいいい感じなんですけど、そういう D さんは、はい、幻でもね、はい、出演したりして、まあ1日明けてか日曜日の、うん、さらにあるでしょ、さらに太陽がきつい時間帯に出演したわけですよね。だからあれですよ、はい、3日間いる人によると、はい、要するに3日間で一番暑い日で、うん、一番暑いステージで、はい、一番暑い時間にやっていたという、はいはい、もう僕今聞くだけでね吐き気がしてきましたから、ちょっとしかもさ、はいはい、バックバンドじゃん、はいはいはい、で俺一人じゃん基本的に。そうですね、もうね今までほらライムスターでさ、うん、あの記憶に残る辛いステージっていうのがさ、はいはいはい、ベスト3ぐらいあるじゃないですか。はいはい、ありますね。そのうちまあ第2位がね去年のロックインジャパンのステージだったわけですけどね、うん、辛いってのはこれ別にお客が乗らないとかそういうんじゃなくて、そうじゃなくて、あの太陽が直射日光でこうきついと、体力的に酸素がないとか、ね、酸素がない、そういう話です、ね、それのね、はい、第2位にバッチリ入った。バッチリ入った。要するに去年級来ちゃったっていうことですか。来ちゃった。でも一人なんだからよりきついでしょ。よりきつい。はい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 。でもね、まあ、俺がこう歌わないことにはね、始まんないですから、ね。成り立たないんですよ、これが。ね、これでやるしかない。なんかね、袖で見てた、クレバーとか90から言わすと、はい、うん、だんだん D さんがちっちゃくなっていくように見えたってたよしぼんでいくみたいなね。あのね、もう本当に、うん、あの部活のさ、あのダッシュみたいな感じで、はい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 、疲れてくるともう本当にあの立ってらんないの。だんだんこう膝に手を置いてちょっと鏡たくなってくるわけよ。もうこれ末期症状ですね、本当ね。本当つらかったね。あ、そう。で俺分かったことがある。はいはいはい。あのね、ラップは会えるところでやっちゃダメだね。ラップは野外フェス向きでないみたいな。ああ、もうブレス命じゃないですか、はい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 、ラップはね、うん、ちょっとな、はいはいはい、ちょっと大変だったね。であとあれだよな、バンドと違ってさ、こう例えば特にターンテーブルライブとかだとそのままじゃ持たねえから右に左に大下げしないとさ、なんか舞台上が持たないじゃない、うん、そうなんですよ。結構歌い手さんはまださ、そのまま直立して歌ってまだ成立するけど、うん、俺たち大暴れしてね、わっしょいわっしょいってこうさ、わっしょいわっしょいって俺たちも頑張ってんだから君らも乗りなよみたいなさ、うん、そういうことやんなきゃいけないから余計に ね、 そのくせブレスはいっぱいね、こう必要だしみたいなね。フェスがほら
いいこと言ってたじゃん。おお、あ、言ってた言ってた。俺らフェスにアドバイスされちゃったんだよな。うん、なんだっけ、あのカメラが追ってくれてるから、はいはい、そんな動かないでいいんだっていうあれはね、でもね、あれはやっぱグラスステージの大きいステージだと、あんな何万人もいるとさ、そのやっぱみんなが大画面しか見てないわけよ。だからまあその画面がカメラ押さえてくれるから、そんなに動く必要ないんですよとか言って四郎さんも動いちゃダメですよとか言っていや、でもやっぱね、レイクぐらいだとね、やっぱ動かないともたないよやっぱし。でもね、うん、さっきメールにもあったけど、はいはい、レイクの方がやっぱ音良くて好きですっていう人も。ああ、そうですか。僕らちなみにレイクが好きなんですよね。うん、好きですね。ほのぼのしてますからね。でね、やっぱ暑いのも良かった、あれはあれで。あ、そうですか。うん、もうなんか、うん、もうくたばってもいいみたいなことをくたばってもいい言ってたけど。あ、そう、うん、なんかやり遂げた感がね。俺のマラドーナってもいいって、ね、マラドーナですね。はい、マラドーナですね。はい、あのさ、マータンネタとかもあるんですよ、ね、マータンネタあるんですよ。あるんですよ。ちょっとそれじゃあ後にしましょうか。あ、そうっすか。あともしくはミックス上とかいう感じにして、はいはいはい、とりあえずはまずは DJ ジンさんの久々のゆっくりとミックスタイプ行ってみましょうか。ミックスタイムということで DJ ジン、カモン。ちょっとおもろメール来てるんで読みますよ。
暑い暑い暑いロッキング、今年も非常に暑かったです。1日目のライムスター茨城の暴走族と思わせるお揃いの真っ赤な衣装で登場した時にはちょっと笑ってしまいました。幸福っぽいのかもしれないですね。そうですよ、僕らでも赤いちゃんちゃん子って言われればいいですよ、うん、まあね、トゥーマッチなのがいいんすよ。はいはいはい、はい、うん、バカっぽくていい、うん、この野郎、はい、埼玉のアラチョ、この野郎。I'm in the authentic get it boy jersey, G.I.B. hat fitted, running to the world, we get it. Did what? Cop the box, the Benz range, and got both of them kitted. Ching-a-ling worldwide, huh? Play a man, Alan Pittman, you never see my thorough side, huh? Cause the girls, they love me. You know I stay fresh to death like Dougie. I steps in the spot, these cats, they mug me. Got drink and drunk, so meet me at the club, B. D.T.K. Can't stop, won't stop, shaking in the gunners, cause we get down, baby, we get down. Girls and girls, they love us. Excuse me, Mr. Walsh, you look nice. Simply delicious, Missy wants some kisses. Let's go to the crib, get cozy in the nude and treat me like a prostitute. No, pardon me, sir, I'm such a real lady. Riding Mercedes to make the bitches hate me. Cruise up and down the 125th. Looking for a guy like you to get with. I seen his cutie pie, so I pulled beside him. Seen the size of his feet, so I couldn't deny him. Might as well try him, the freak that I am. M.S.E. always grinding. Please don't think I'm crazy. But a boy. Delicate, watch how the fella get. Bump it to my homegirl in Miami, Missy Elliott. Green blush on her eyelid. Hi, miss. Gave honey a hug, I feel a touch in my private. Shock, I guess. Been cause a scene. I said, you know I'm married? Yeah, and what's that supposed to mean? Proposition for the room. Proceed on. Well, I got a track I need you scared of me. 16 on, you with it? Down to bless on and I left form, the hip factory. Later on around 11 with my notebook and pencil, my slides on it. I see her looking mighty sexy and the lights all dim. Have a drink. Well, booze in a car me, though oddly. After having a drink, I start to feel unusually horny. Swell a stone, a well-ripped poems. Busy pounding like I'm trying to break our pelvis bones. Oh, yeah. There's a cause, the women in the caviar. You know who we are. Cause we're pippin' all over the world. But there's a cause, the women and the caviar. You know who we are. Cause we're pippin' all over the world. Sing it, sing it. この曲いいよね。曲いい。なんだっけ。この曲はルダクリスピンピンオールオーバーザワールドです。1曲前も良かったよね。1曲前はミッシーエリオットのなんとかっていう曲、なんとかだよね、フィーチャリングスリックリック、スリックリックのリックザボールの、まあ、はい、なんていうのカバーじゃないね、うん、ミッシーとスリックリックは相性いいね。曲名分かりました。でもすごい構成の曲だったね。イレジスティブルデリシャス、イレジスティブルデリシャス、イレジスティブルボールがデリシャスって曲だよねきっとね。あとね、はい、マータンメールいっぱい来てます。はいはい。私はマータンのファンなんですが、最近マータンが前へ出てくるので嬉しい限りです。実はマータンはおしゃべりがしたいのではないかと最近思う今日この頃です。これは、里見ちん、あーいいですね。もっと読んでいいですか。はい、ようこ、マータンはいつもラジオで照れてますが、その昔バンドのボーカルでブラジャー&パンツ一丁で歌ってた感じじゃなかったでしたっけ。その照れは作りですか。だいぶ前にイエローモンキーの何かで読んだ気がしますが、あ、これはちょっとまずいね、チクリメールが来ちゃいましたね。これ、これはね、あれですね。そんなこと言ったんですか。そうなんですか。あの10代マジっすか。ちょっと待って、どういうか、ブラジャー&パンツ一丁ってことは要するに下着下着ってことですよね。
のランナーウェイズみたいなあったじゃないですか昔ランナーウェイズっていうバンドが。ああ知らないけど、うん、ああはい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 感じ今度じゃあちょっとその写真持ってきてくださいよその頃のそうアップしましょうアップしましょう音源ないんですか音源ないですないですかけましょうよかけられませんカモン You know who we are, 'cause we're pimping all over the world. But there's a cost, the women and the caviar. イキナライムとイナタイブレイクビーライムスターザメインインザフェイストゥーザー女の子ってイナタイブレイクビーツなんて好きじゃないんだよマータンのスレって素敵系これさいつまでこれなんだいいね何度聞いてもいいですねはいということでマザーミュージックレコーズマンデーマイクチェックマンクおなじみコーナーね、はい、やってまいりました久々のマータンのそれって素敵系、はいね、ということでものすごいテンションが下がってますよいやいやいやさもっと今日はあらららあらなんかすごいものが、ね、えっ、ー、とですね今スタジオにですね、はい、なんか大掛かりななんかなんかこれ料理道具みたいなものが運び込まれてまいりました、はい、今日ははいあの今高級スイーツがすごい流行ってるじゃないですかそういうのかシロさんの大好きなはいはい高級スイーツねパティシエとか、はいはい、あのピエール・エルメとか、はいはい、そういうね高級スイーツが流行ってるんですけどはいはいって僕いい加減な返事してるだけですけどね、はい、もう普通のスイーツじゃ飽き足らない方に、うん、もう人とは違ううん、ワンクラスももうネクストレベルをもう、ね、ちょっと待って2クラスぐらい上ですちょっと待ってマータンのリバーブもういい加減うざいねドロ普通の喋りは普通じゃないエコーを取りましょう、はいはい、そういうスイーツを今日ご用意しました素で聞くとそれはそれで笑うっていうはい何ワンランク上のスイーツは分かりますけどこんな料理みたいなのなんでこんなのなんですか、はい、ですねまず、はい、霧の箱入り霧の箱に入っています、はいはい、霧の箱にほうほうほうそれでこの中におじいちゃんの遺骨やめてください遺骨が新しいスイーツなんですかこのスイーツなんですけれども、はいはいはい、創業120年を超える老舗のフルーツパーラー千匹屋からおうおう今日あのお取り寄せをしてきたんですけれども、うんうんうんはい、店頭には並んでおりませんえ店頭にはないんですね、うんはい、あの注文をして注文を受けてからあのあダメードで作ってくれると完全受注生産お取り寄せってやつですね、はい、今流行ってるまあ、 あの店頭に行ってオーダーをすれば作ってくれるんですけど、はい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 、まあ2日間ぐらい時間がかかるそうなんですかはいはいはい、はい、で何かと言いますとですね何ですか中身は開けるとおじいちゃんのお骨がロイヤルマスクメロンシャーベットというシャーベットなんですけれども、ね説明しますとビニールの中にほぼメロンそのままの形がドーンと入っていますけど、はい、ですねこれ、はい、あのメロンの形の中に、まあ、メロンの果肉を切り抜いてシャーベットを入れてるんですけれども、はい、あのロイヤルマスクメロンというだけあってですね、はい、マスクメロンを2個丸々使っています2個ですこれ1個の中に2個分が2個分凝縮されてるというなんとうわうわうわ、はい、はいはいはいでちなみにお値段あこれはいくらぐらいだと思います怖いえまあ、マオンはくだらないわけですかじゃあマスクメロン丸々2個分を作ってオーダー制で作る、はい、2日間かけて6000円いやなわけないだろ1万8000円あそこまではいかないんですそこまでいかない、はい6000円1万円、はい、1万500円ですね全員であはいちょっと食べてみて出すのがいいのかなと、はいはいはい、俺もねよくね、はい、食べてますよ何の話ですかおやつにねあのメロンアイスメロンアイス、うん、そあのプラスガリガリ君じゃないんですかプラスチックのやつに入ってるやつ食わなかった子供の時あったあの形のやつねこれ蓋もすごいんですよこれもメロンになってるんですねちゃんとすごいですねそこもペロペロ舐めたいですねこれもね、まあ、舐めていただいて全然 OK なんですちなみにこの容器類はこれは番組で用意したものということですねあこれはうちから持ってきましたすいませんはいということは結城家のこれはなんかねセンスがいいなと思ってたんですよねもしかしてうち、ん、で料亭とかやってるんじゃないかなって思う可能性もなきにしもあらずですこれはね、うん、で千匹屋さんなんですけれども、はいはいはい東京京橋が本店なんですが、うん、あのまあ東京だと銀座とかはい原宿恵比寿などにもショップがありまして、はいはいまあ、あとはあの百貨店でも入ってるところがそのどの店舗でもこれはお願いできるわけですかはいあの電話をしていただいて、はい、ロイヤルマスクメロンシャーベットをご予約したいんですが、はい、というふうに言っていただければちょっとじゃあ溶けちゃうんでちょっと早速いいんですかはいどうぞ食べてみてください、はい、感想をいただければいただきますあのねうんピチャ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 音がしてすみませんけどあのねすごくリアルなメロンの果肉の味がしますよやっぱりリアルですよね、うん、あのねなんていうかなちゃんとジューシーなんだけどこう水で薄めた感じの味が全くしなくて人工的な味が一切ないね、うん、それ
本当にすごいですね、かじり気なしですか、うん、だからなんだろうな、本当にメロンをそのままシャーベットにした状態っていうか、来た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 、何が来た、メロンを超えたメロンですねこれは。そうそうオーバーザメロンみたいな、ね、俺が好きなものに、はい、あのほらジューススタンドの生メロンジュース、はい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 、うん、あれ大好きなの、うんうん、あれあるとどこでも飲んじゃうんだけど、うんうん、あれをさらにフルーツ度を高めたみたいな、濃縮されてる感じがすると思うんですけど、はいはい、すごくこれはね、なんか、あのしかも上品ですよね、やっぱすごく上品な、うん、優雅な味わい、はいはい、これは僕みたいなやっぱりあの独身貴族にはもうぴったりの独身貴族の冷蔵庫に常に入れておいていただいてそういう問題じゃないですよ、お客様貴族って付き合いいいってもんじゃないですよねバチェラーにはね、チョンガーにはね、まあそれはいいんだけど、はい、はいはいはい、お素晴らしい、うん、はい、そういうことで、まあ今日は素敵系なんですけど、あのちょっと高いシャーベットを持ってきましたよ、いや素晴らしい、いやだけなんですが、何を言ってるんですか、これはだってバブル時代のファッションリーダーなわけですからこれはやはりですね、うん、値段は重要ですよ、これはサマーパーティーとかの目玉商品、そうですね、でも確かに、うん、食べ終わったよあの、ね、そのメロンの容器でねお持ち帰りいただいて、うん、はい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 、これも一中の彼にプレゼントしたりとか、一中の彼、いや何笑いながら言ってんだよ何手叩いてんの、これ一中の彼にもらったらドン引きするなと思ってえそんなことないでしょ、そうですか、って男が言ってもダメか、うん、いやでもなんかこうなんか特別な時とかにこうとっておきな感じでね、はい、こう霧の箱が出てきたら、ね、あれおじいちゃんのお骨かなと思いきや、ちょっと待って、あの美味しいメロンのシャーベット、千匹屋の刻印入りの霧の箱に、ね、はい、それねマークもすごいねいいですね、はい、こう逆三角形の感じで、老舗のエスプリが入ったシャーベットです、ね、はい、いやでもすごい気が利いてると思います、はい、うん、ぜひまたね、はい、ご興味のある方はぜひ千匹屋の方にオーダーをしていただき、はい、これはあのあれですかね、番組ホームページの方でまた詳しく調べられるようになったりしてるのかな、そうですね、食べかけの方とかをちょっと写真あげたいと思います、はい、写真あげたりするんで、はい、皆さんぜひチェックしてください、ということで、じゃあ再び DJ ジンさんのミックスタイムに戻りましょうか、もん Digging the way the sunlight hits your vibrant face, throws my frown right out of place. Digging the way your ass long hair is silky smooth, makes me wanna grow with you. Caramel, complected chick. Caramel.Complected chick, yeah. Oh, oh, oh. I'm digging the way your nipples stay tight. Have me right for the night. Your dimples and lips, when you smile, it makes me smile back. Oh, 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 oh. ラジオネーム4番。マーさんはいつもラジオで照れてますが、その昔バンドのボーカルでラジオ&パンツ一丁で歌ってたんじゃなかったんでしたっけ、その照れは作りですか二度読み禁止です、これねさっき D さんがメロンを超えたメロンって言ったけど、はい、本当その通りで、俺実はねメロンってあんま好きじゃないんですよ、うん、でもこれは本当うまい、ガンガンおかわりしてます今、ガンガンおかわりしてます、おかわりおかわり、
マータン祭りで送る。マータン祭りですね、完全にね。先ほどちょっとちらっと話しましたが、ですね、ロックインジャパンでのマータンネタがあるらしいじゃないですか。マータンはですね、はい、マータン初日と3日目参加したの。3日目、はい、初日と3日目、はい、3日目ね、うん、もう歌丸がいないのいいことに、はいはいはい、もうね、はい、もうひどかったですよ。何ですか、僕がいないのいいことにってのは。あのね、はい、坂本龍一さんが登場してまして、はいはい、うん、それで、そこのバンドのメンバーだと思うんですけど、はい、元ジャパンの、はいはい、スティーブ・ジャンセンさんですか。ジャンセンさん、はい、まあいい男ですね、はい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 、がいたんですよ、はい、それをずっと弛緩してるんですよ。マータン弛緩ですか、つまりこう凝視して凝視して下舐めずり等を。それそんな汚く見てないです。どんな感じで見てたんですか。いや、顔見顔見顔見顔してんじゃないですか。顔見してるときはやっぱりこうどんなこと考えてるんですか。いや、ジャパンのファンクラブに入ってたんですよ。はいはいはい、だからちょっととても好きで、とても好き、思わず、はい、ちょ止められなかった、もう見る。何を止められなかった。びっくりした。なんかね、うん、あの膝をねもぞもぞやってる。擦り合わせて。あ、してないです。そうですか、それはまずいですね。僕が見てないのいいことに、そんな、ね、握手もしていただきました。握手、あら、その手で。でね、俺がね、はい、マータンがその目でぼかしている時のバッチリショットを収めてありますので、カメラ。おっと、これは後悔できるんですか。これはちょっと上げない方向でお願いします。ダメですか、ダメですか。アップしない方向で。そうですか、はい、マータンがね、非常にマータン女なんだなっていう瞬間を。じゃあさ、スティーブ・ジャンセンさんの参考映像を上げておきましょうか。あ、そうです、ね、この人ですみたいなね。かっこかっこかっこ、はい、それがマータンネタ。はい、はい、ということで、そんなマータンにいろいろなお便りお待ちしております。素敵な歌声とともに、ね、夏真っ盛りを満喫しております。マンクでございます。え、何それ。なんでもないです、流してください。すいません。はい、ということで、まずはミュージックレコーズマンデーマイクチェック。もうお別れの時間ですけどね、今日はマータン祭り、はい、今 DJ 陣のミックスタイムパート2の間もですね、マータンのおバカなネタをいっぱいね話していただきますけどね。、本当にマータンはバカだなっていう。どんな話をしてたかというと、まあ、ジャパンのファンだったと。でジャパンのライブ当時見に行ってたと。でじゃあ僕はね、ジャパンのライブってことは、じゃああれですね、客席にね、本田、あ、ごめんなさい、本田康明さんがね、あの当時美少年として有名だったでしょって言ったら、あ、
もう当然見てますよ、ダブルで好きだったとかバカじゃないのこの人って、ね、なんかね、すいませんその時はやっぱりガン見してたんですか。ガン見&太ももをこう違う違う、もうやめてください、はい、どなんか来てますか。来てますよ、来てます。大阪のゆえちゃん、えマータンってシオンさん寒いうわびっくり、必須のイエモンファンな私、運命的な再会に驚きを隠せません。初めて聞いたお声はシオンちゃんの時代を知る者にとって大人な感じで意外炸裂でした。おかしい、なんでこんなメールイエモンに羨ましい、さすがシオンさん、ひどいですね今日ひどい、もう本当に一生懸命やってるのに本当に泣きそうになってるということでね、今日はね1時間たっぷりマータン攻めでお送りしたね。何がマータンだよねシオンちゃんじゃんね、シオンちゃんなんですか。はい、じゃあ来週の告知をまあということで、まずやめてくれこそ、まあ、今週はね、まあ、じゃあ来週からシオンちゃんというね、やめてください、シオンちゃんの名前等ね、当然昔の掘り起こしの頃ね、ガンガンしていくということ。そうですね、はい、あ、そう、ちなみにですね、来週はですよ、あれですよ、クールビーツラジオ冷えてます開催のね、あのあれとして一環として我々の番組ではなんとベーシングエイプから2号さんが登場ですよ。来たー2号ちゃんね、えということはあれですよ、かなり気合を入れてるべきですよ、これはバブル時代のトップリーダーね、ファッションリーダーカリスマとしては頑張ります、頑張りますか。ということでね、来週は2号さん、そして、2号さんと一緒にやってくれる若手ラッパーワイズ、そしてサンパブが登場して、はい、やってくれるので、よくチェックしてください。そしてですね、我々ね8月13日千葉の幕張メッセで行われるサマーソニック2005に出ますね、皆さんぜひ遊びに来てください、来てください、割と時間早めなんでね、遅れないように来てください。そして次の週はねライジングさん、北海道で行われるライジングさんにも出演いたします、はい、幻も出演いたします、はい、いろいろなところに出演いたします。ライジングさんの方はもうどこでライムスター見れるか分かんないぐらい、そうかもしんない、うん、油断しないでいろんなところにアンテナ張ってください。僕らが出そうなところには多分出ますということでね、そしてその周辺には多分シオンちゃんもシオンちゃんが行かないもん、ブラジャーとパンツ一丁でモゾモゾさせて誰かを感銘しています。モゾモゾよくチェックしろ、カーのレッドゾーン、集まればズレにデクのボー、腹に溜めたコレステロー、燃やしたけりゃそっかけつけろ、ライトハラペニョまたはハバネロ、初のフィーバーにぶったまげろ、軽く平らげろ、全て歌い上げろ、エタレヘッパーヘイタにはパイ投げろ、そこの上品の嬢さん